ブダニール・カンタ寺院ブダニール・カンタ寺院は、ネパールのカトマンズの北へ1 1キロメートル、芝プリ山山6のダニール・カンタ村にある寺院。村に入るとすぐに、小広場があり、その左手に、ビシュヌ像がある寺院が見える。四角い池に、身の丈5メートルほどの心臓が横たわる。周囲は、蜘物の花で四終飾られている。現所の海に浮かび、聖蛇の上で瞑想する。 ナライヤンとしてのビシュヌ人を表現したもの。6世紀初頭の作と伝えられている。このため、この寺院がある一帯をナライヤンタンとも呼称されている。池に入る際には、比較製品をすべて外し、右回りに歩かねばならない。ビシュヌ人原書の海に浮かび、聖蛇の上で瞑想するナライヤンとしてのビシュヌ人を表現したもの。この寺院からさらに裏山を1時間ほど歩いたところの、 山の中原に、ナギゴンパと呼ばれる、チベット仏教のアマデラがあり、ここから見下すカトマンズの夕景が美しい。僧院の下を横切る振動は、東のスンダリジャル方面へつながっている。寺院前景。カトマンズのセントラルバススタンドから、シバス、またはミニバスで1時間半。タクシーならもう少し早い。ABCD、地球の歩き方ネパール96-97。97 ありがとうございます。